プーホヌアオホナウナウにあるハレオケアベプーホヌアオ、ホナウナウ国立歴史公園はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島南コナ地区にある国立歴史公園であるプーホヌアオホナウナウ国立歴史公園はハワイ島の海に面した国立公園でハワイ伝統のカップが18世紀前半に廃止されるまで300年間カップを破った人たち戦争中に戦争に参加しない女性や 老人や子供たち、戦争に敗れた人たちでも、ここに逃げ込めば許される、駆け込み寺の役割をしていたところである。そこ地域はそれまでアレルに任されていたが、1920年代にハワイ軍公園として保存され、1961年に国立公園に指定された。ハワイ島の西側にあり、コナ国際空港を出て、ハワイ修道19号線から続く、 ハワイ州道11号線を南へ向かい、南コナ地区のキャプテンクックを過ぎて、ホナウナウで、州道160号線を降りた海岸にある。地球の歩き方リゾート303、ハワイ島、p 8 0英文ガイドブックロンリープラネット、ハワイ、P239 公園のガイド資料、プーホルダーホーナウナウナショナルヒストリックパークバイ、ナショナルパークサービス行き方。ありがとうございます。